北に斎藤家、南に今川家という二つの敵に挟まれ苦境に立たされた織田信秀は、斎藤家との和睦を決断。斎藤道三の娘市長を信秀の嫡男信長に輿入れさせるという条件で、両家の和睦は成立した。この縁組により織田は我らの盟友となる。その力が我らの助けとなればよいが、信長は大うつけとの噂じゃ。貴重よ、信長が誠のうつけで頼むに足らずば、この刀で刺すのだ。その折にはわしが兵を引き尾張に乗り込もうぞ。はい、されどもしうつけでなければ、この刀はお父上を刺すものになるやもしれませぬ。マムシは何と申しておった、美濃の姫よ。あなた様を支えよと。この信長を殺せとは申さなかったか。今殺さねば美濃はいずれこの信長のものとなる。おのおよ、貴様はそれでよいのか。私があなた様を指すとすれば、美濃すら取れぬうつけ殿だと悟った時にございます。であるか。